面白いじゃんこのブランコ。なんだかなこれ、すっごい面白い。あ、女の子たちだ。君たち君たち、ちょっと来てみそう。このブランコすっごい面白いんだけど、一緒に乗らない？これ。何？これね、すっごい、あのね、カラフルに書いてあったんだけどさ。乗ったことあるもん。違うんだって。カラフルに乗ってるって、乗ってたこっちじゃないよ。今また乗ると、すっごい、あの、また新しいコミュニケーションが取れるって書いてあったんだけどさ。乗ってみそう、乗ってみそう、ま、あの、新しいコミュニケーション取れるから。なんでそんな一生懸命なの？はい、いいよ。どうぞどうぞどうぞ。怖いな。面白いんだってば、これすんごい。ちょっと、何やっぱお嬢様かな。Yeah, how you doing? I'm a pizza lady, you know? Yeah, I like butter, all right? You like what, man? Yeah, それでもってですね、あの、青ランプ点滅、レディセリゴ。You got a face like a pizza. Yeah, pizza man, hey, walk along, come on, dance with me. いや、これはほんまの話ですけどね。青ランプ点滅、let's go together, you know? Let's rock and roll, baby. Yeah, walk along, yeah, Rolling Stones, come on, come on. Let's go. Yeah! うん、そうよ。今日のおすすめなんかな、あんのかな。こちらのチキンボールいかがですか。大変好評なんで。こんなこと言ってんだよね。はい。面白いのこれ。はい、お客様、ご注文お願いします。あ、そうね、はい、そうかな、君の電話番号とかちょっと教えてもらうかな、とりあえず。あの、ご注文お願いします。そうか、そうね、じゃあね、神崎さんのラージを一つもらおうかな。店長、元気だよ。久しぶりだね。
なにすぐ見たわ、ママと髪の毛伸びたんだ。うん、すごい可愛くなったじゃん。やだおなんかすごいいいよ、なんかもう見た途端ハゲみたいなさ。そう、もうすごい。電話番号変えたでしょそれね、うん。あのさ、ローリングストーンズの新しいやつ聞いた？うん、聞いた聞いた。あれ結構いいよな。うん、あれなかなかでもかっこいいよね。でもほらお前表紙がなんかさ、いまいちなんかわけもわかんない、うん、なるほどね、うん。でもさ、やっぱりさ、ミックジャガーとかかっこいいけどさ、でも中の表紙こんなになっちゃってさ、なんか変だよね、なんかね。そうだな、でもほら、なんだっけ、キース・ジャードのあの曲いいじゃん。あー、とかいいやつ。あれね、I just wanna sing with you ってやつでしょ。Daddy don't... うーわーとかいいやつでしょ。ねえ、あれとか結構良かったよね。ねえ、岡村くん。ねえ、岡村くん。ねえ、岡村くん。何悩んでんだよそれ。どうしたの？さっきからなんかこうぼーっとしてるよ。ちょっともう そんなの明日すればいいじゃん。そんないつだってできんだから、明日にしようって。だからもうそんなのもういつだってできるよ。そうそうだよ、そうだよ。なんで こういうね、悩んでる時ってのはね、気分転換ってのが必要なわけよ。こう悩みがごちゃごちゃってなってる中でね、こうなんかこうパッと気分がさ、パッと開けるようなさ、気分転換ってのが必要なわけよ。いいこと言うじゃんお前。そうでしょ。ちょっとしか言わないけど。ちょっとじゃないよ、いつもいいこと言ってんだよ。気逃してるでしょ。気分転換ってのが必要なわけよね。ほらサイレンも鳴ったんじゃね。気分転換パッとやろうよね。お、やろ。 ねってばね、ね、うん、よし決まった。岡田君。うん。岡田君。なんで。あのさ、エリコさちょっと落ち込んでるからさ、取り上げてあげてよ。うん、分かった。ね。エリコ、エリコ、俺さ、また新しい踊ダンスの技変えてたから、ちょっとあれだよ、これ覚えて。やっぱ直くなんなきゃダメだよ。やってよ。行くよ。シュッパッシュッパッ。これだよ、これスワンキックって言うんだよ。ダメだよ、こうすんだよ。あのこうだよ、白鳥の湖だよね。エリコ、ちょっとエリコ見ててよ。今全然面白くない。あるじゃんか、あるじゃんか、こういうの。ねえ、エリコもちょっとあのやってみてよ。ねえ、やっと気分転換だからちょっと持ってあげてよ、ほら。いいせーの。おやだ、いいよ。気分転換だもん。おう、あ、もう着いたよ、もう。ジューティアが僕を待っている。皆さん、僕をこうやって連れてってくださいよ。酔っ払いちゃんですから。はい、はい、はい。ジュンちゃん。うん、よし、はい。ジュンちゃん。始まった。I saw you chasing the girls in Harajuku. Really, Tony? I did. Are you sure? Stop! Stop speaking! Okay. あ、逃げたなぁ。あれ弾入ってないじゃん。お金
お金入れてないだろ。何やってんだよ。まだ悩んでんじゃない。ううん、ちょっとだけかな。さっきのオブジェがね。あのオブジェとかさ、俺はちょっとよくわかんないんだけど、まあああいうさ、なんかガラクタ、俺にはガラクタしか見えないんだけど、でもさ、そういう風に悩んでんだったらさ、なんか俺に手伝えることがあれば手伝うからさ、いいなよ。うん、っていうかイメージ通りのものができないのよね。イメージ通り？だってイメージってどういうイメージだよ。具体的に言われてわかんないじゃん俺。岡村君に？うん、言葉じゃ説明できないけどな。言葉じゃ説明できない？まあそれは僕のエリコさんに対する気持ちみたいなもんなのかな。何それ。冗談じゃん。なんか飲み物持ってくるわ。本当だよ。純ちゃん、僕も純ちゃんでしょうか。いや、ソーダクリーム、いわゆるクリームソーダってやつ。じゃあ美術館。そういえばなんか今日ビューティフルってことない。そうか、うん、なんかまたそんなこと言ってごまかされないよ。ほんとほんとほんと、なんかほんと、うん、なんかすごいビューティフルっていう、なんかもう、ビューティフルって感じするけど。キンタどうしたの。まだ来ない。あ、そう、あいつやっぱまだ寝てんのかな。全然来る様子とかないの。ここっていつまでやってんだっけ。もうそろそろ1時間ぐらいで閉まっちゃう。あ、そうか、困った。ほんとしょうがねえよなあいつ。ちょっと待ってね、これやっぱ電話しなくちゃダメかもしんねえな。全然見当たらないもんだって。ほんとにねあいつね、もうダメだわこれ。なんていうの、俺はこれ時間にルーズな人間ってのはもう許せないよ。自分だってそうじゃないのよ。あのバカ、ほらほら、あ、ほんとだ。おい、隠れようぜ隠れようぜ。あれ、ハルマ君、ハルマ君もエリコ見ない。岡村君もエリコ見ない。岡村君もエリコ見ない。でもこの景色、ビューティフォー。でもそんなこと言ってる場合じゃないんだ。そんなこと言ってる場合じゃないんだ。岡村君探せ。岡村君もしこみちゃんだけど、ダメだ、便所探せる。岡村君どこ行ったんだよ。降りていかないでくれよ。金太、え、岡村君、金ちゃん、待っててくれたんだ。ねえ、ねえ、
友達だよね。友達だよね。アイス食いてえな。エリコなんか見てるよ。何見てんの？南米の人みたさかなクン、その望遠鏡よく見える？違うよ、これ望遠鏡じゃなくて、なんていうの、日差しがこうなっちゃうから、こうやって こんなのあっても眩しいよ。嘘。よく見えるよ、これ。あとさ、子供の頃さ、目細くするとよく見えるって言わなかった？こうやって、こうやって。本当で？ちょっとだけやってごらん。目細くすると何？よく見えるの。違う？全然見えないよ。あれ？なんだ、まぶたがあって。あ、やっぱよく見えるよ、少し。きつくやりすぎだよ、少し。こんぐらい。どう？こんなのしない方が見えるよ、やっぱり。キンタすごい目がもともといいの。そう、もう目がいいよ、俺。うん。あの、向こうの方にいる人のさ、髪型わかるもん。嘘つけよ、お前。 Hey girl, give me down, 僕の
すごいいい天気だから今日もどっか遊びに行こうかね。うん。今日は一人でいる。いいじゃん別にな、そんな忙しいわけないでしょ今日。でももっと私と。純ちゃん、純ちゃんこれ、汚ねえよこれ、どうせこういうことすんのよ。あ、どっちしろ、これ何、私がしたんじゃないわよ。純ちゃん、もうこれ俺んとこだけじゃん、これ何これ。片付けるわよ。純ちゃん、はいはいはい、俺のこと嫌いなんじゃないの。私何にも、いつもお金払ってるじゃん、ちゃんとさ。もらってるわ、もらってるわよ。もう何やん、当たってんじゃん、ねえ、どうしたの。岡村くん、岡村くん、俺今日バイトだから。いいんだ。ん、お前今日バイト休め。お前友達だろ。いいよ。よし、一人か。何する？ビール。純ちゃん。本当？本当？本当？本当に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 本当？岡村君、今日もやっぱり一緒にいよ。本当？じゃあさ、今日海に行こうよ、海に。僕が寂しいって言うと。人はみんな寂しいんだって言われるけど、絶対に違う。岡村くん、デブ医療に来たのにさ、寒いよ。寒いし、天気悪いし、どうなってんのよ。いや、俺はね、金太を連れて行くのはやめようと思ってたんだよ。全然起きないしさ。じゃあどうやって来いと思ったの？あ、そうか。俺免許ないもんな。金太。え？江ノ島ってどっちだっけ？向こう、今向かってる。あっちか。ほらほら、なんか歌でなかったっけ？あの、なんの。江ノ島も見えてきちゃーっていうの。エリコ、岡村君きっと反省してさ、盛り上げようとしてるんで。え？そんなことない。わかんない。反省してる？岡村くん。してません。盛り上げてよ、一つ聞いた。でもさ、この車やっぱギター持ってきてよかった。だってラジカセも何もついてないんだもん、これ。俺はそういう車なの。そっか。ラジカセなんか積んじゃいけないの、この車は。でラジカセじゃない、カーステレオ。海が冷たい夜は、ベベ、僕はもう耐えきれない。シャム
くて泣き出しそうさ、もうもノベラボフォード。君との夜はもうビビもう耐えきれない No the no No the no baby I just wanna love you No the no the no baby電車だよ岡村くん。あ、本当だ電車だ。ちょっと速度落とすね。おい電車あ、電車電車あ、電車電車シューシューパパあ、電車電車あ、電車電車シューシューパパよくはまお元気出ちゃったよ。岡村君。あ、あれが江ノ島金太。え？あれあれ。わかんない。あれ江ノ島だよ金太。どうかな。うん、行ってみようよ後で。いいよ。うん。あそこの灯台に登るってのはどうかな。あ、いい。問題ない。あ、江ノ島。江ノ島っていいよなんか。エリコ。江ノ島も見えて。岡村君一人で盛り上がってるってことない？江ノ島も見えてきゃ。ねえ、ごめんね、ごめんね。ごめん、ごめんね。本当にもう危ないな。本当はさ、岡村君さ。ねえ、帰る？江ノ島で盛り上がってる時にさ、俺らばっくれようぜ。金太、でもさ、何？やっぱりなんか楽しいよな、三人でやっぱり遊んでると。どうね、楽しい。いい加減にしろよ。なんか違うとこだな、これ。なんかな。なんか何やら嫌だな、俺。な、聞いた？いや、いや、大丈夫。大丈夫だよ、大丈夫、大丈夫。ねえ、大丈夫だよ、岡村君、そんなほら。高そうだよ、とっくに、お前、これ。え？まあ、高かったら食い逃げすりゃいいじゃんかよ。お前、だって、俺今日お金持ってきてないよ。大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫だって。大丈夫って、お前。ちょっと待てよ。大丈夫だから、ほら、岡村君、後ろから降りて、ほら。ちょっと待てよ。大丈夫よ。お前も持ってきてないんだろ、だって今日。え？お金。大丈夫だって、ここまで来たんだから、早く。な、だってお前、わかんねえかよ、この雰囲気見て、お前たち。大丈夫、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 大丈夫。わかんねえのか、お前たち、この雰囲気見て。なあ、なあ、ちょっと、エイコ、キンタ。お邪魔します。The wine is good too, so it's. キタなかなか来ないね。いいな。でも食べていいかな、俺。まあ、そこは肉食で食ってて。でもさ、あの先にさ全部食わないでよ。分かった。俺一人で食うの嫌だからさ。うん。分かったよ。俺何頼んだんだっけ？トゥートアベクシャンピニオン。お待たせいたしました。トゥートアベクシャンピニオンのお客様。
衣装でご注文の品すべてお揃いになりましたか。はい、あ、すみません、コカコーラください。はい、少々お待ちください。美味しそうじゃん。いや、ダメだ。やっぱさ、なんかちょっと、やっぱなんか学校のさ、中学校、高校の教室とかにいるような感じでして、なんかやっぱ落ち着かないな、こういうとこって。そうかな、うん、ちょっと喧嘩してたし。お前ちょっと静かにしてるよ、お前。こういう、お前それにほら、こういうナプキンちゃんと、お前こういうとこマナーがきちんと、お前ほらこうやってで、やるんだよ、お前。で、こうやってお待たせいたしました。申し訳ありません、こちらのグラスを下げしてよろしいでしょうか。あ、いいですよ、いいですよ、持っていてください。はい、すみません、どうぞ。こんなんでよかった、お待ちください。ちょっと君。はい。君の瞳に乾杯。どうもありがとうございます。触っていい。岡村君、王様みたいだったね、今の。ねえ、大体何杯味付けやね。おいしい。あれすんだか丸いんだか分かんないな、今とか。俺やっぱ思うんだけど、落ち着かねえよ、根本的に。でもさ、こう高いだけでやっぱりこのまま美味しくなかったってことない？超えたよ、美味しかった。どうって言うと、どうすんだよ、感情。さっき言っただろ、お前だって。美味しくなかったことじゃないんだな、お前。さっきロックンロールとか言って、お前どうすんだよ。笑い事じゃないよ、お前。ここ絶対高い言ってるけど、そんなの。どうしようかな、もう。大丈夫、私が出す。今日私が誘ったから。じゃあ今日もご一緒になろうかな。やだよ、そんなの。いつもおごってもらってるじゃん、そんなの。え、私もいつも出してもらってるから、いいよ、いつも。お互い様だし。いいよ、ここは。大丈夫。なんか俺がそういうのは嫌だな、なんか。まあでもあれだよ、さっさ、大丈夫よ。大丈夫、大丈夫。いい加減だよ。よう、久しぶり。君も来てたのか。うん。あ、また仕事？うん、すぐ戻る。誰だよ。友達。どういう、どういうって、家族も一緒に付き合ってる友達なの。あのさ、エリコさ、さっきさ、これね、こういう店をさ、よく前来たことあるとか言ってたけど、うん、あいつと来てたの？うん、でもその時お父さんやお母さんも一緒だったわよ。なんかおかしいよ。失礼。ちょっとよかった、今から帰るとこなんだけど、持ってっかい。そう、うん、いや、俺は例の話なんだけど、早めに決めた方がいいと思うんだ。あのさ、3人で食べてるんじゃん、なんかさ、よくないよ、そういうのは。ごめんなさい、岡村くんに聞いた。あ、どうも、はじめまして。昔からの友達の小松原拓也くん。今日は3人でね、遊んでね、来たんだからね。今日は3人で帰るから大丈夫。うん、ごめん。それが実はすごい大切な話があって、教師とかないと、彼忙しいからいつ会えるかわからないし。なんだよお前、じゃあずっと2人で遊んでたのに、こいつ今から行くの？ねえ、俺たち置いて。本当にごめんなさい、本当に。悪いんですけど、僕ら大事な話があるもんで、今日はちょっとここで失礼します。
当にごめんなさい。失礼。さっきのやつだよね、見た。別なんか乗りやがってよ。やっぱりこうあれかよ、ああいうやつが好きなのかよ。こうなんかこう金いっぱい持っててさ、ベンツとかそういうなんか BM とか乗ってさ、ねえ岡村くん、そうなのかな、あいつエリコって。ねえ、なんで答えないの。楽しい休日なのによ、まるで悪夢だよ。もしもし、はあ、お父さん、違うよ、ちゃんとやってるって、それは違うよ、それちゃんとやってるよ。違うよ、そんなのいいよ。分かったって、もういいよ。ああ、切るよ、じゃあ。切るよ。そうだ。ねえ。お金を少し送ってきてほしいの。16万円。岡村くん、そうだな、
来週のあの金曜日ぐらいね、あの友達が来たから、うん、エリコ、ほんじゃね、エリコ、エリコ今の違う、お父さん、いや、すごい、これ、ちょっとなんだよこれ、え、ちょっと、ちょっと持ってよ、もうクッション抱くのも大事だけど、やだよ、ほら、ね、やっぱ俺のもちょっと派手だな、エリコどう？どう？このスーツバッチリでしょ？なんだよこれ、なんだよこれ、え？これはね、ほら、あいつに話しつけに行かなきゃいけないわけじゃん、ね？いやだよ、ね、そんなの、ほら兄ちゃん大概にせよって言いに行かなきゃいけないわけじゃん、ね？そのためにはあいつのとこはさ、商社マンだって言ってさ、こういうのほら、やっぱり一流企業じゃん、一流企業ってさ、こういうのがさ、やっぱこうやってほら、いつもおはようございますとかって入っていくわけよ、だからさ、ね？俺らもほらこういう普段着じゃ入れないじゃん、ね、だからこういうのを着ていくわけよ、ね、これグッド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 ですよっていう感じでしょ、ね、嫌だよそんなの、嫌だよ、なんで大丈夫だよほら、ね、やっぱりさエリコをさ取り戻したいわけじゃん、ね、やっぱあんなさベチャーにさエリコをやっぱほら取られちゃ嫌じゃん、俺もやっぱもうむなんかこうムーッとするよ、もうエリコはもういいよ、またねえねえ、明日さ、あいつの会社行く前にさ、ちょっと今日いいアイデアがあるんだけどさ、一緒に来ようか、マーク。いやだよ、友達でしょ。She done.
いつからここお前らに嫌になったんだよ、お前。わけのわかんない。すべて計算聞いたから。ああ、いいんだ。もうヤバかったじゃねえよ、お前もあっぶねえ、お前こんな高校で捕まったらシャレなねえよ、お前お前もお前の言うことなんか聞いてるとろっくなことねえな、もうそんなことないよ、明日きっとうまくかかったお前明日もクソもねえよ、お前もうお前となんか二度と会いたくねえし、もう二度と電話しないからな、もうお前となんか絶好だよ、バカ。岡村君のためなら早く。いや、やだよ。なんだよ、この格好。似合わねえよ、全然。大丈夫。ほら、似合ってるよ。変だよ、お前これ。なんで、お前変だと思わねえか、これ。大丈夫。新しいファッションだから。大丈夫。もういいよ、もう。ここまで来たんだから。大丈夫だって。嫌だ。大丈夫。俺に任せればいいから、俺がうまいこと。そんなのすぐバレちゃうもんだって。大丈夫。俺がうまいことやるから、岡村君横にいるだけでいいから。やだ。大丈夫。やだ。早く行かないと、あいつどっか行っちゃった。やだよ。大丈夫。誰だよ。鈴木建設の小林ですけど、総務の山下さんいらっしゃいますか。総務の山下でございます。はい。総務は3階にいますので、はい、そちらのエレベーターで直接どうぞ。あ、どうもありがとうございました。まあ、そういうことでやってください。いらっしゃいませ。あ、どうも、三島さんでございます。あ、そうです。三島さんでございます。どうも。あ、すみません。どうも、こんにちは。はい、どういったご意見でしょうか。小松原拓也さんいらっしゃいますか。小松原、すいません、どちらの小松原でしょうか。背が高くて、ベンツのです。ベンツに乗ってるような名前はちょっと別にはいないんですけれども、白いベンツに乗ってまして、はい、背の高い。失礼ですが、どちら様でいらっしゃいますか。エリート証券の、ものです。エリート証券。はい、エリート証券の岡村と申します。どのような条件でしょうか。証券の取引。小松原ですね。はい。はい、営業10階になりますので、そちらのエレベーターで10階の方へ直接どうぞ。はい、そちらです。どうも、すいません、失礼いたします。まだ何か僕とデートしませんか。電話番号だけ。早く倒せね。Thank you.
もしもし、小松原です。お世話様です。ええ、例の件で。はい、聞いた。あ、そうですか。これ絶対帰った方がいいよ、これ。大丈夫だ、はあ、大丈夫。それでしたらですね、やべえよ、これ。はい、やめよって、大丈夫だって、はあ、痛い。あ、そうです。はい、帰ろうよ。それでしたらですね、やべえよって。何言ってんの、ここまで来て。大丈夫だ。失礼ですけど、どちらの方ですか、君たち。あ、また後ほどお電話しますので。それじゃあ、どちらの方ですか。おい、君たち一体何しに来たんだよ。怖そうだ、知り合いか。すみません、すぐに返しますんで。すぐに返しますから。何やってんだ。おい、帰れよ、帰れ。どっから入ってきたんだ。すみません、すぐに返します。帰ってくれよ、頼むから。帰ってくれよ。帰ってもらえ。おい、何やってんだ。すみません、すぐに返しますんで。おい、帰れよ、帰れって。おい、すいません、すぐ返します。ミサイ、静かにしろ。すいません。おい、帰れよ。帰れよ。おい、帰れよ。やめろ。おい、やめろ。帰ってくれ。何しんだよ。何やってんの。もう、何が出るの。何なの。すいません、すぐすみません。すいません。なんだよ、帰ろうぜ。ちょっと待ってくれよ。話があるんだよ。はっきり言おう、僕は彼女に結婚を申し込んでいる。もう2年も前のことだ。聞きたくねえよ、そんなこと。ちょっと待てよ。彼女からはまだ返事はもらっていないが、大学を卒業するまではと思って待っていたんだ。もうすぐ卒業だ。そしたら彼女は僕と結婚することになっているんだ。ここは父のやっている会社だ。父も彼女のことをよく知っている。僕たちの結婚を認めてくれているんだよ。いいかい、君、彼女は僕と結婚することが一番幸せなんだよ。君らはここへ何をしに来たかは知らんが、今は彼女のことを考えてやるべきなんじゃないか。彼女は言ってたよ、君らは一番仲のいい友達だって。なあ、友達だったらこんなとこで問題を起こすのはやめてくれ。友達ふざけんなよ、向こうだ。待てよ、彼女のことが心配ならそんな心配はもう無用だ。僕は必ず幸せにしてみせるから。それに、君らがいくらこんなとこでドタバタやったって、僕らは別に困りはしない。僕らはじきに南米行くことになっているんだ。急に決まったことでな。悪いけど、あっちで結婚式も挙げようと思っている。南米。
り。いや、まあ、いや、また、また今度にするわ。なんで？いや、ちょっと今日ダメだ。もういいからあっち行っててよ。帰ろうぜ。え？帰ろうつって。どうしたのよ。いいよ、もう帰ろう。なんでよ、なんでよ。エリコ、どうしたのよ。もういいよ。ねえ。帰ろう。間に合わないんだよ、もう。ねえ、もう帰ろうしてるじゃんかよ。Audition の日、まるで順位だ。
If you're so faded away, you have no time to eat diet food. Darling, zucchini na no wa, ore no hou janai no kai. Kimi to wedding bell nara shitai yatsu wa, yume na hayu janakya dame. あのね、最近ブームは 2&1 あの 3P が最近ブームらしいんだよ。んでさ、もうほんとさ、なかなかほら俺とかもうすぐバチッバチッシュってなかなか似合う人間がさいないんだよ。俺にもうマッチした人間がね。でも君たちがもう来た時はもうこれだと思っちゃったからさ、もう僕と一緒に原宿コレクションっていうのを今やってるからさ、一緒に見に行くってのはどうかな。ほんとすっごい面白いんだよ。あのね、原宿コレクションっていうのはすごいダサい名前なんだけどさ、あの幼児山本とかお釜の人で死んじゃったあの時を熊谷とかがいてさ、今ね原宿コレクションっていうのをやっててね、あれがね、ダメよ、こんな夜の明日遊ぶのをさ。そう、あ、え、そう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 、早く早くところでもうちょっと、え、だって時間潰せない、プールで泳ぐって、うん、違うって、うん、ディスコだってプールとディスコどうぞ、ちょっと間違うの、そんな簡単なこと。どこで待ち合わせようか。え、うん、1丁目、うん、そう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 、分かんないですよ。うん、あ、じゃあカードのどうすんの、これどうするね。そう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 、そうそうそう、どうすんのよ、どうすんのよこれ、え、どうすんの。オーケー、お、これ金太の、金太のバイクじゃんこれ。金太、金太、金太、あ、お、じゃん、ダメだよ、届けもんなんだから。おいしいよ金ちゃんこれ。 なんでこんなことすんの。頼むよ。おいしい、食べる食べる、ちょっとだけ食べてみなよ。
おいしい。あ、ファッキーエロ。何それ。ファイヤーティシャツ。ファッキーエロって何だそれ。ファイヤーティシャツ。銀太、銀太、あ、行っちゃうの。ダメ、待てない。ちょっと銀太、このペアどうすんの。銀太、銀太、安行、銀太、安行、どうした。お前まだフラフラしてんのか。なんだいその桃色の服なんか着ちゃってお父さん知らないの。これ今流行ってんだってば。ダセーな。分かったよ安行、お前まだ本当に音楽やっていくつもりなのか。当たり前なんだ。働きもしないで大学も行かないでまだそんな夢みたいなこと考えてんのか。お前にはどう考えたってそんな才能なんかあるはずないよ。なんでお父さんにそんなこと分かんだよ。俺の友達聞いてもらう、いつもすごい。分かってるよ。そりゃね、一流になる人は飯食える人はもう限られた人なんだよ。私はお前にそんな才能があると思えないよ。いいか安行、今までね私はお前に好きなようにさせてきたが、どうやらお父さんお前の育て方を間違えたようだよ。どうしたんだよ。最近のお前見てるとすっかり変わったぞ。な、うちに戻んなさい。ママも心配してるからあのね、ママはパパと違って僕の音楽とかすごいとか言ってくれてるんです。あのね、言っとくけどな、お前は毎日何が楽しいんだ。え、少しは自分のこと考えなさい。これからどうしていくんだよ。ちゃんと将来のこと考えて、働くなら働く、え、学校行くなら学校行く。お父さんお前のこと心配なんだよ。うるさいな、もうほっといてよ。いいか、私はお前にもうこれからビタ一文出さんからな。今までのように好きなようには生きていけないよ。お金なんかいらないよ。そんなの。しゆき、僕はお父さんとお母さんを喜ばせようと思っていつも努力してきたんだけど、結果的にいつも悲しませていた。今日はダメだ。ちょっと長くなってた。岡村君は一人か。今日もやっぱり一緒にいよ。この間どうしたの。機嫌悪くてね。
ちょっとね、今日一緒に飲みに行っちゃおうかな、君たち。僕は寂しいって言うと人はみんな寂しいんだって言われるけど、絶対に違う。ごめん、俺ちょっとやっぱ今日やめとくわ、ごめん。すっげえ似合ってるよ、なんか。ありがとう。うん、なんかすげえ。すげえさ、短かったよ、やっぱ。だってさ、電話とかしてもないじゃん、だってどうしていないんだよ。すげえ寂しかったよ、すげえ寂しいよ。これね、すげえ寂しかったよ。
中村くん、どうしたの？まだ泣いてるの？おかしいよ。早く、もう夫婦じゃない、金太が来るじゃない、早く涙くれ。金太内緒しといてくれよ。え？金太内緒しといてくれよ。分かったから俺一応あれだ、兄貴分だからさ、舐められるとダメじゃん。分かった早くちゃん久しぶりじゃん、エリコ。ねえ、まもなくゆうさんももうエリコに会わないでください。成田の空港までさ、車乗ってさ、どうやってエリコを追っかけようぜとか言ってさ、途中で帰ろうってのは岡村君だよ、俺が行こうって。それでも岡村君、別にいいんだけどね、俺は別にどうせ。だからさ、俺本当はさ、いや、いいんだけどさ、だからなんかさ、ほら、そうやってさ、二人でさ、こうやってさ、何これ、いいじゃないのよ、二人で。僕も仲間に入れてくれる？入れてくれるために電話してくれたんでしょ。そうだよね、ちょっと聞いたな、謝っといてくれ。何よ、二人でこそこそと。違う、せっかく俺来たのにな、なんか聞いちゃう、聞いちゃうね、ごめんね。聞いちゃうじゃないかよ。そうか、じゃあさ、三人でさ、なんかさ、久しぶりだしさ、三人でなんかバーッと盛り上がるなんか遊びやろ。ね、何がいいかな、ボーリング、テニス、それか卓球、いろいろありますけど。やだよ。じゃあさ、映画見に行こう、映画見に行って、その後考えようよ、食事とかしてさ。ね、映画行こう。何？え？ビーチじゃん、決まってるよ、今流行ってんだよ、ビーチ。行こう。ね、行こう。ほら、カムラ君、ほら、行くよ。ほら、元気出してよ、行こう。いや、やだよ。行っちゃう。行くよ。元気あるの分かったから。早く。もう分かったよ。分かった。早く行かないと終わっちゃうから。もう。元気あるの分かったから。Gotta rock and roll.